こんにちは。今日はね、このレゴをやっていきたいなと思います。よし。じゃあ行きます。はい、で、これ、調べた時に、レゴシティって書いてあるけど、レゴシティって書いてるんですけど、ここに、ゴートプラスって書いてるじゃないですか。これ、なんか調べてみたら、5歳以上が対象らしくて、結構だから幼稚園とか小学校低学年の方が対象で作るおもちゃらしいです。結構レベル低めっぽいんですけど、はい、開けてみたんですけど、作り方さ、なんかなんかすごいのが絵だけなんだって。言葉が書いてないんだって。全部イラストで矢印でここはこうしますっていうのを全部イラストで書いてある。これなんでかって言ったら、レゴって確かデンマークの会社で、なんかそのもう世界中に多分世界中でもレゴってやってるから、イラストだけで簡単に分かるようにやってるんだと思います。これ結構なんかシンプルでいいですね。で、切っていきます。でさ、なんかさっきさっきなんか袋とか開けて、手元を取って一個作ったんやけど、ちゃんとヘリコプター、これ結構かっこいいよね。ちゃんとしてるよね。作ったんやけど、ちょカメラ回ってなくて撮れてなかったの。さ、これ結構ちょっと遊べるっぽいんだけど、それは全部できるまでちゃんとカメラ回してやっていきます。すいません、YouTube 結構難しい。これこうして、はい、ってことで、多分これで1個完成しました。こうやってね、この紐をさ、なんかあれ、ちょっと待って、ちょっともう一回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 これ取れちゃったんだけど、ここつけて、ハンドルをさ、この下につけて、ここにこう紐をさ、入れて、紐をね、入れて、こう引っ張る、ね、すごく、飛んだ。しかも結構回転するのにキュイーンって飛んだんだけど、結構これすごい。これなんか5分ぐらいできたから、もう調子乗ったら、これ多分5歳児とかめっちゃ好きやろな。特にこの車とか飛行機とか好きな子な、絶対好きやわ。うん、これは全国のママさんに使ってあげてください。じゃあちょっとね、2個目も参考